こんにちは、カナダ在住の山達です。続々と出てくる大スキャンダルということで話をしていきたいと思います。はい、昨日の動画で特に大ニュースがなければ続きそのままマーク・ザッカーバーグのことやりますって言ったんですけれども、大きなニュースが出てきましたのでちょっと急遽切り替えたいと思います。はい、まあ、正直カナダの話ですからどうでもいいみたいな人もいるかもしれませんけれども、今世界でどんなことが起きてるのかっていうのを、ね、ぜひ知っていただきたいと思いますから、最後までお聞きいただけたらというふうに思います。はい、今回テーマになるのはカナダの史上最悪の事件なんですけれども、2020年4月18日から19日にかけて、カナダ東部にあるここですね、ノバスコシア州っていうところがあるんですけれども、そこで銃撃放火事件が発生したんですね。たった一人の犯人がですね、警察官一人を含む22人を犠牲にするっていうとてつもない事件を起こしまして、これが結局カナダ史上、その銃が絡む事件としては史上最悪の犠牲者数を出したっていうことで、今もそういうふうに言われているんですね。で、この事件の際、その現場警察、警視総監、公安大臣が、まあ、それぞれの会見でバラッバラの発言をしていたっていうことで、情報がかなり混乱していたんですね。で、さらに重要情報の遅れもあったことによって、被害が拡大したんじゃないかっていうふうに言われていまして、そういうところから事後調査委員会が立ち上げられていたんですね。で、具体的に重要情報って、例えばどんなのがあったかって言ったら、まずバラバラの情報から言うと、その発表された犠牲者数ですね。これがもう本当にくちゃくちゃ、13人って言ったと思ったら4分後には次14人でしたみたいなこと言ったりとか、その次17人、18人みたいな感じで、どんどん増えていったりとか、あと年齢もバラバラ。当初は、その、未成年者の犠牲者はいませんって言ってたんですが、そういう風に言っている警察の手元の資料には、未成年者含まれるっていう風に書かれてたんですよ。にもかかわらず、なぜかそれを隠すっていう謎のことが起きてたりとかしたんですね。で、まあ、この辺がまあよくわからなくて、まあ、一応今調査されたみたいなところもあるんですが、まあ、それよりひどかったのが重要情報の遅れですよね。犯人、偽のパトカー使ってたっていうことがわかってるんですね。で、あとは偽というか、まあ、制服を、どうやら BC 州でゲットしていたようなんですが、それを着ていたということなんですが、このことはもう事件発生30分以内に3件の通報で明らかになっていたそうなんですね。ところが、18日の発生日にはそれは伝えず、翌日19日の早朝ら辺にようやくそのパトカーとかの写真が入手できて、で、その3時間後にようやくその情報が発表されたっていうことなんですね。で、この話を受けて被害者遺族が抗議をしていまして、その被害拡大の原因だったんじゃないかっていうことを、まあ、言っているんですね。まあ確かにその通りかなっていうふうに思うんですね。まあ警察としては、現場が混乱してたってこともあって、その不確定な情報を出すことによって混乱をさせるわけにはいかなかったっていうのもあるかもしれませんが、まあそれにしたって3件も通報があったのであれば、まあその辺もうちょっとね、柔軟に対応できたんじゃないのかなって思うんですけれども、はい。まあひとまずそんな話もあったんですね。なんですが、今回その、捜査の、不備があったとか、その辺をつく話ではないんですよ。まあ、むしろそれよりもタチの悪い話でして、この事故調査委員会の報告書っていうのは昨日公開されて、その中で衝撃事実が明らかになったんですね。ブレンダ・ラッキーっていう人物が今警視総監を務めていて、警察のトップなんですが、この人2018年トルドーが指名した人物なんですね。このラッキー警視総監が、どうやら政治目的で捜査介入をしていた疑惑が浮上したんですね。第一報ハリフォックスエグザミナーっていうところが報じまして、即それがもう議会で取り上げられて、もう議会でその当時公安大臣やってた人が今緊急事態準備大臣っていうのやってて、もう今自分が緊急事態になってるんですけれども、まあそれでなんかもうね大炎上してました。はい、まあとりあえずそんな風にもすでに議会でも取り上げられてるんですけれども、ラッキー警視総監がどうやら政治目的で捜査介入をしていたと。具体的には今アメリカでも大きな話題になってますが、銃規制に関することを推し進めるためにこの事件を悪用したんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。これ事件発生時が4月の18日19日なんですが、その10日後の4月28日に現場のノバスコシア州警察と、あとはこの警察トップであるそのラッキーさんとかと副、警視総監とか、そのあたりが参加する、捜査会議があったんですね。で、その場での出来事だったということなんですが、どうやらラッキー警視総監は使用された武器の詳細を事細かに発表せよっていうことをしきりに要求してたということなんですね。これに対して現場を知っているノバスコシア州警察側は拒否をしていたんですね。っていうのも、これも後ほど事実っていうのも分かったんですけれども、どうやらその
使用された武器っていうのが違法に入手されたもの、しかもそれがアメリカ国内で入手されたものだったっていう話だったんですね。ってなるとアメリカ側で違法に売り渡した人間っていうものの捜査もあるわけですから、いわゆるそういう越境捜査になるわけなんですね。アメリカ側の、捜査にも協力しなければならないっていうところがあって、で例えばこれでその違法に売った武器商人が事前に気づけば逃げちゃったりとかもする可能性あるじゃないですか。そういうこともあって捜査の妨げになる可能性があるから出すことはできないって言ってたんですが、ラッキーはもうしきりに出せ出せって言ってたっていうことなんですね。はい。で、実際使用された武器はアメリカのメイン州で違法購入されたものだったっていうことなんですね。ライフル2丁とあとは拳銃が3丁ぐらいだったかな。はい。で、もうすでに販売者特定されてたんですけれども、名前もね、普通にニュースで調べれば出てきます。二人の名前が。はい。ただ、何のお咎めもなしっていう不思議な状態です。はい。まあその話は一回横に置いといても、とりあえず結局アメリカ側でも捜査しなければならない案件だったっていうのは間違いないわけですから、現場の判断は間違っていなかったわけなんですね。ところが今回そのレポートの中で出てきたんですが、ノバスコシア州の警察のトップの手書きメモが今回出てきてるんですね。でそのそこに書かれている内容としては、ラッキー警視総監は捜査を台無しにしてでも使用された武器の情報公開にこだわっていたっていうことなんですね。で、その根拠として、そこから政治介入って話に続いてきてるんですが、なんで政治的介入って今言われてるのかって言ったら、本人がそれを口にしてるらしいんですよ。ラッキー警視総監はその28日のミーティングの中で、私は公安大臣と首相官邸に武器の情報公開をすると約束をしたんだと。だから出してもらわないと困るって言ってるんですね。で、一方で現場は、いやいやいや、だから捜査の邪魔になるからそんなことできませんって言ってるんですが、いやいやいや、私はこれを言ったのよと。で、さらに言うと、あなたたちノバスコシア州警察側はこの事件の重要性を理解していないと。この事件が今起訴中の銃規制法案につながっていることをあなたたちは理解してないんだと。で、この銃規制の法案っていうのは現場警察官市民の安全につながるってことを全く理解してないわね、みたいな感じで今すごく柔らかく言ったんですが、現場はめちゃくちゃ、ガンガン言ってたらしいんですね。はい。っていうようなところで、もう本人が口に出してるんですよ。今起訴中の銃規制法案につながってるんだよと。で、結局その武器の情報を出すと何が起こるかって言ったら、そのカナダ国内の国民からするととんでもない事件が起きたと。で、それに使用された武器が、ああ、これだったんだと。じゃあ規制しないとダメだよねっていう、そういう土台作りに使うことができるわけなんですよね。で、それをやることによって、結局捜査が台無しになって、事件の発端となったそういう違法に売ったやつが逮捕されなくても、そんなものは関係ない、みたいな立場で、ラッキー警視総監は動いてたっていうことが今回からわかるわけですから、まあ、かなりひどかったっていうふうに、すごく簡単に言うことができるわけなんですね。はい。っていうような政治的な介入が明らかになったんですよ。じゃあ今回トルドー政権今年ですね、銃規制法案実際提出してるんですけれども、その時系列ちょっとまとめてみるとですね、こんな感じになりまして、まず事件発生が4月の18、19日なんですね。はい。で、4月28日に先ほど言いましたその現場に圧力をかけた、ミーティングがありました。で、その、何日後、6日後、7日後ぐらいですかに、トルドー政権は銃規制法案を起草することを発表しているんですね。で、それと同時に枢密院リレーとか枢密院直令って言うんですけれども、日本でいうところの多分、閣議決定と同じなのかな、ちょっとごめんなさい、正確に等しいものかわかりませんけれども、まあ、とりあえずもうそれで、議会の法案とか通さずに、禁止、ある程度の武器の使用禁止みたいな、そういうことを発表していました。はい。っていうふうに、事件発生から現場に圧力をかけて、銃規制法案の発表っていうところまですごくスムーズですから、何かしらのシナリオみたいなのがあったんじゃないかって思っちゃうんですよね。はい。で、実際に銃規制法案が提出されたのは今年です。で、時間が経ってるんですけれども、この提出の時に、その、なんでしょう、雰囲気作りのために、まあ、言うなら利用されたのが、例のテキサス州の小学校での銃撃事件ですね。これ間違いなく日本でも話題になってたと思いますが、5月24日にね、すごい事件がありましたよね。で、あれも今結局アメリカ国内銃規制の話に進んでってますけれども、今分かってきてるのは、それよりも現場警察の不備の方つくべきなんじゃないかっていう話なんですよね。まあ不思議な話で、これ以外の銃撃事件で全然盛り上がらないのに、これだけすごいことになってるんですよね。で、実際あの時って警察官って、最近分かってきたのが、全然現場に突撃しなかったんですよね。で、なんでしなかったかって言ったら、教室か何かに鍵がかかってるっていう風に最初言ってたんですよね。で、鍵を待ってるから1時間ぐらいその待たないといけなかった。で、それで犠牲者が増えたって話だったんですけれども、
実際は鍵かかってないどころか、その鍵を待ってたわけでもなかったってことが、昨日一昨日ぐらいに発覚したんですよね。っていうそのなんか嘘がつかれてたってことが分かってきていまして、ってことを考えると、なんか他に騒ぐべきところは別にあるんじゃないかって僕は思っちゃうんですけれども、はい。まあ、ちょっと話脱線者の横に置いといてですね。はい。とりあえず、この、カナダで起きたわけではない、アメリカで起きた事件を、きっかけにトルドーがなんか大騒ぎを始めたんですね。こんなことが起きたんだ、とんでもない、カナダはすぐに銃規制をすべきだって言って、で5月30日に正式にビル C21 という形で、法案が提出されました。はい。っていう形で、2020年にその起訴を始めて、で、今年提出っていう形になったんですけれども、重要なのがここなんですよね。この18日から19日にかけて事件が発生しました。で、その間のこの10日間ミーティングで圧力かけるまでの間に、ラッキーさん、だってもうさっきも言いましたが、公安大臣と首相官邸に約束したって言ってるんですよね。つまりこの間で銃規制に関する話をもうすでに始めていたっていうことがわかるわけなんですよね。はい。で、これ今年2月の話なんですけれども、当時のその警察の報道官を務めていた人物が、その当時このラッキーさんが本当に現場をかき乱していたわけなんですね。その発表する数字、報道官も知らない数字とか、報道官も知らないこととかをペラペラ喋るもんだから、その自分たちの役目は何だねみたいな感じになってたんですね。で、なんでそういうふうに総監が暴走してたかって言ったら、もう 100% 政治的な行動だっていうふうに報道官は今年の2月に言ってたんですね。はい。で、じゃあ、その政治的行動の原動力何かって言ったら、今回のレポートから分かったのは、まあ、トルドーであるとか、当時の公安大臣であるビル・ブレアの二人から、まあ、いろいろ、なんか、ちょこちょこ言われてたんじゃないかっていう話になってきているわけなんですね。はい。っていうような形で、今、トルドー政権は銃規制法案っていうのを進めているわけなんですけれども、まあ、その裏では、こういうようなことがあったみたいな話なんですね。で、僕がですね、本当に納得のいかない、気持ちが悪いなっていう思う、この左翼勢力の嫌なところが、自分たちはこういうふうに、その国民から銃を奪いたいと。で、自衛する能力を奪いたいって言ってるんですよね。そのくせして、このトルドー政権昨年出した法律何だったかって言ったら、その違法入手とか違法取引の刑罰を軽くする法案出してるんですよ。昨年6月。で、今回の事件って、この2020年の事件って、発端何だったかって言ったら、その犯人って、その銃を持つ資格持ってませんでした。つまり、ライセンスを持っていない無資格者が、違法にカナダ国外で入手した武器で起こした事件なんですね。つまり、カナダ国内のルールをいかに厳格化したって、この事件なんて点で関係ないわけなんですよ。にもかかわらず、じゃあ、本人、今回のその犯人ってどうやってその入手してたのかって言ったら、違法に入手してたんですよね。それに対する刑罰は軽くしてるんですよ。お前らは一体誰の味方だねっていう話なんですよね。はい。まあ、そんなことをやってるところに、果たしてどれぐらいの人が気づいているのかどうかっていう話ですよね。はい。まあ、っていう、ちょっとね、いい加減にしろみたいなね、そんなお話でしたけれども、はい、ちょっと話を進めていきたいと思います。今回この話を受けてですね、まず警視総監声明即出しました。本人の釈明としては、当日の議論が白熱してしまったと。まあ、なので言葉が悪かったかもしれないっていうふうに、まあ、ちょっと私の言い間違いだったかしらみたいなことを言ってるんですね。で、ただ捜査介入してないってことを言ってるんですが、このステートメントバッて読んで僕が思ったのが、てか他のメディアもつついてるんですけれども、公安大臣と首相官邸については全く否定というか言及していないんですね。はい。まあ、なのでこの後多分議会に呼び出しくらって、まあ、そのあたり根掘り葉掘り聞かれまくると思うんですけれども、はい。ひとまず、警視総監が言うには、ちょっと言葉の選び方が悪かったかもしれない、頭に血が昇ってたわ、みたいな感じのことを言っています。はい。で、各メディア、これはさすがにもう隠してません。全部主要メディア報じてますね。はい。なんですけれども、その報道の内容を見てみると、基本的にはその警視総監公安大臣は疑惑を否定したみたいな趣旨のものが多いので、なんか一緒になってね、突撃しててほしいなって僕は思うんですけれども、はい。まあ、でも、事実を報じただけまだマシかなっていうふうに思いますし、読者からすると多分、そのメモがあるんですよね。そのノバスコシア州警察側のメモがある以上、その圧力をかけたと思われる張本人たちが、そんなことはないんだみたいなことを言ったって聞く気にならないですよね。だってそこでいきなり、すいません、実は圧力かけてたんですよって認めるわけがないじゃないですか。まあ、なので彼らの言葉っていうのは単なる空っぽの言葉っていうふうに言う前提のもとで、じゃあ何があったのかって見ないといけないと思うんですが、はい。まあ、そこまでこのね、それぞれの読者がしているかどうかわかりませんけれども、はい。まあ、ひとまずこういうふうに各メディアは取り上げているということですね。はい。まあ、とりあえず今回の話で少なくとも警視総監はまあ、どっちにせよ首でしょっていう話ですよね。はい。で、あとはまあ、公安大臣首相官邸が圧力かけたっていう事実がわかれば、
まあ、そっちもクビというか、まあ、政治家なんかやってちゃダメだと思いますから、永久追放ですよね。はい。っていうような形になるかなっていうふうに思いますので、いい感じに今炎上してきてますから、いいぞいいぞ、もっと燃えろみたいな感じですね。はい。っていうような感じの話が昨日ドーンって出てきたんですね。はい。で、それに埋もれてしまいそうな、まだまだあるよっていうこともいろいろありまして、まずは何回か取り上げたことがある緊急事態法をめぐる明らかな嘘ですよね。これに関してもまだ炎上は止まってないんですよね。この公安大臣がですね、警察からの要請を受けて緊急事態法をめ、を適用したんだみたいなことを言ってるんですけれども、あとトルドも同じことを言ってたんですけれども、結局、まず警視総監、今大炎上中の警視総監は、いや、そんなこと言ってませんけど、みたいなこと言うし、あとは、前の、警察署長と、あとは、現在の警察署長代行がそれぞれ、いや、そんなこと言ってませんけど、みたいな感じになって、はい、じゃあ、お前たちは一体誰から聞いたんだ、みたいな感じになってたんですね。で、果たしてじゃあどういう対応を取るのかなと思って見ていたら、最近公安副大臣が出てきまして、いやー、あれはね、大臣が勘違いしていただけかもしれませんね、みたいなわけわからんことを言い出してるんですね。いやもう、勘違いで、あそこまでの人権蹂躙侵害食らってたまるかっていう話なんですよね。まあ、なので、これだけで片付けちゃダメなので、今回その警視総監と、あとはその前の公安大臣との癒着というか、そういう圧力が出てきたわけなんですが、それだけじゃなくて、この緊急事態法をめぐる明らかな嘘に関しても、まだまだ追及し続けないといけないというところがあるわけなんですね。はい。凄まじい政権ですよね。で、これだけじゃないですよ。まだもう一個ありまして、今接種義務付けに関する裁判っていろんなところで起きてるんですね。で、徐々にそれが進み始めてるんですが、最近その政府の、方の疫学者さんが、口頭弁論に出てきまして、我々はその飛行機のワクチンパス政策に関しての推奨は一切してないっていうふうに言ってるんですね。まあ、つまり政府側、トルドー側が大暴走しただけだっていうふうに言っていまして、じゃあその根拠になるものって何だったのかっていうのを今議会で出せっていうふうに言ってるんですが、自由党さんはこの前賛成多数で、その接種義務付け判断の根拠を提示しないっていうことも決めたんですね。うん、っていうような形で、その科学的根拠とやらをずっとなんかのたまってたんですけれども、それは一体どこだねと、少なくとも僕はこの地球上に存在するものじゃないと思いますから、多分地球の惑星外のものを多分引用してると思うんですが、一体全体どこのものを使ってるのかっていうところを早く出してほしいなっていうふうに思いますね。はい。っていうふうにですね、今回、その警視総監の明らかな、やばめな、その捜査介入っていうのが分かってきて、であとそれ以外にもその前からずっと続いてる緊急事態法をめぐる話とか、あとはこの、接種政策に関するところですよね。このあたりでまだまだ炎上中ですから、もう本当にね、どん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 頑張ってもうね、木をくべまくってもらってですね、なんか石炭とかを追加してもらってですね、いっぱい炎上していただきたいなというふうに思いますね。はい、というようなカナダの現状でございます。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、すいませんちょっとぼやけてますけれども、最近友達におすすめされて買ったなんかキャットダンサーっていうおもちゃがあるんですね。これ猫飼ってる人ぜひ使ってみてください。すっごいっすよ。アマゾンとかで10ドルぐらいで買え、10ドル1000円ぐらいで買えるんですけれども、食いつき方がねえげつないです。ちょっと僕が困るぐらい本当に食いつくので、ちょっと皆さん猫ちゃん飼ってる人はぜひとも買ってみてください。はい、という、まあ、そんな感じの、なんか、紹介動画みたいなのも、そのうち猫ちゃん動画でやってみたいなっていうふうに思ってますけれども、はい。まあ、とりあえず今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。